あのですね、まあ、沖縄には三大流派、はい、主義ってなーって問われてたら、はい、ありますけれども、ね、その他上中とかありますけれども、はい、まあ、その中で一番古い、はい、流派ですね。あ、古いんですか、一番、はい、一番ね、首里城の、まあ、城下町と首里城を中心に発達してきた、はい、カルテなんですよ。なるほど、はい、シュートが一番多いですね。それから他にナーテとか、はい、トマリテとか、はい、一応ありますけど、やっぱりこれはシュートがの後ですね、はい、あ、なるほど、シュートが一番最初にできたカルテ、はい、小林流っていうと読み方は、まあ少林流っていう形で、まあ、少林寺流とかですね、はい、いろいろあると思うんですけれど、この辺は一体どのような違いが。これはですね、これは千葉の長州先生が命名されたんですけど、少林寺というのはそもそも少林寺とは関係あったんでしょうか。少林寺とは関係ないですね。関係ないんですか、はい、あ、なるほど、はい、基本的には沖縄にもともとあった T という、はい、原始的な文字があって、はいはい、T が発祥して、はい、それであと中国からの、はい、肩とか印象がこう混ざってから、はい、今の沖縄風が築かれてるんです。具体的に、小林流さんと例えば少林流とか、はい、どういった点が違うんでしょうか。少ない範囲とか松川といろいろありますけれども、はいはい、そのルーツは一緒です。ルーツは一緒なんですか、はい、全部シュートです、はい、上野先生は一緒だけど早期がそれぞれ違ってきますからね。あ、なるほど、それで名前は変えてあるんですね。どこかの先生の時にその分派というか、そうですね、したような形なんですか。先生のところの道場は聞いたところによると蹴りよりも月の方を重視しているというのをお伺いしたいんですが、はい、空手のことは先生は T って言ったんですよ、はい、T っていうのは拳のことなんですよね、はい、だから T イコール空手ですよね、はい、そして月、逆に言うと月イコール空手、もともとはもう月が重要ということで月をもう、はい、重点的にやってるんですね。なるほど、はい、もともと競技化してからいろんな技が出てきますけど、その競技化する前の空手というのはやっぱり T ですよね。なるほど、体験させていただきまして、体験してみて、またいろいろ教えていただいて、はい、今日一日、はい、よろしくお願いいたします。こちらを藁巻いてるんですよ。藁、ああ、はい、もともとはこれも最近戦後にいつでもすぐできるように、あ、今は終わったら取らない。なるほど、昔は取らないでもう、はい、これは、ま、藁巻から巻き藁で、ああ、藁を巻いてあるので、はい、巻き藁。なるほど、これは一体何のために。服を拳鍛えてますね。拳を鍛える、はい、突き方があって、はい、いつも腰これで突くんですよ、腰で、腰で、はい、腰で例えばこうして突いたり、はい、しないように手も基本は伸ばしますね、はい、巻き藁の前に足が来て、こうして、これでこっちから、はい、こうして、すごい音しますね。こうして、離れるときは、はい、そういうところはやっぱり拳を鍛えるという意味も。そうです。だから僕の時にもこっち当たったら手がこうなるんですよね。ああ。でもこれやってる人は結構
大丈夫ですね。ああ、なるほど。っていうぐらい、もう硬いの慣れてる。骨が鍛えられるみたいな感じですか、ね、これは平たくなるんですよ。ああ。なんか、やっぱりタコしたから、あまり。あ、本当だ。すごい平たいですね。はい、もう、姿勢でこう、ついてこいでくれ。姿勢。これでこうして。姿勢の、姿勢力ですか、うん、こうして、そう、こうしないで。はい、こっちで。はい、あの先生、そうしましたらですね、あの基本的な つき方っていうのを、はい、まず、まあ、初心者の方というか、はい、あのこれから始めようという方に、そうですか、ここやりますね、はい、あのちょっと今解説の方をいただくことは可能でしょうか。あの一番大切なのは、ね、握りですよ。握り、これがこう締めてですね、はい、これでこう締めて、はい、ね、これではまだ 剣じゃないですよ。これはまだ剣ではない。まあ 50% ですね、はい、最後剣 50% こう親指で親指で締めてくれ、そして固まりするんですよ、はい、あの固まりして、こうしたらね、あの指ダメですね、締めてから親指で締める、そしたらここに剣道パンと当たってももう指パンじゃない、スポンジパンしてるんですよ。いくらこっちは強くても、はい、そのまま突っ込んでいかないと、はい、多分ここで握れてると思います。そうそうそう、はい、いいですね。力いっぱいグッと握るんですか。はいはいはい、そうそうそう、はい、あの今からだけどだんだんですね、これをもう少しこう下げていかないと。あ、そうですね、こう好きですからね、はい、だから当たるのはこっちが先に当たったらこうやって、そうなんですね、これが先に当たる、これが先に当たるようにして、はい、はい、こうならないようにですね、やっぱりこうなりますね、はい、最初は、はいはい、そうそうですね、最初は、でも先生みたいにこうならないと、やっぱりここはもっとまっすぐ入っていかないと厳しいと、はい、うん、もう月もちょうどこう、ここそう、これですね、はい、リファネットはね、こういう道とかあるんですよ、はい、中心に、なるほど、こうだそうです、はい、こう流心で、重心こうちょっとあるけど、はい、伝統からでは大体ほとんどがこっちですね、はい、巻き穴の前に、ちょっと待ってください、重心が、はい、あ、じゃあちょっとやっていただいていいですか、はい、これがちょっと、これが少しもう少し締めていけないと、はい、今すぐでも手がちょっと締まらんかも、はい、うん、こうですね、はい、で、そう、突くときは、はい、ここじゃない、これで突くときはですね、こっちから始めてね、はい、脇締めて、こうしてこうやるんですよ、で引くときはこう引いていくんですよ。だからこれも流派によっては、はい、例えばそのまま来てから、ね、はい、ポンってとこあるんですよ、はい、こっちで、ははは、あ、こんな感じですね。これはあの理論があるんですよ、はい、要するに最後の力をこれに集中してペンっていくと。あ、なるほど、ね、で我々は伝統は大体伝統からというのは同じように回します。ネジスクリューですね、はい、ネジと一緒です。平均的に巻いていくということですか。そうそう、だから、はい、こう月はここで当たるとは限らないんですよ。あーはーはー、月始めたらね、だからなるほど、例えばここで当たるかもしれないし、こうでもこういう感じですか、ね、はい、これでどこで当たっても当たる。あ、なるほど、なるほど、最後にそれうわーってそのパッと取り込んできたら、はい、こうなんですね、はい、これしかしないですね。なるほど、ちゃんと効かせれるということですか。そうですか、どこに当たってもいい状態で相手に効かせれると。脇はいつも締めるんですよ。脇を締めるんですね、はい、脇、はい、脇開けないようですね、はい、合ってますでしょ。合ってます、はい、じゃあこれにこれと、はい、これにかけるんですよ、はい、上等すごい上等、はい、すごい上等、これは肩甲骨か何かを。そうですね、肩甲骨するんですけどね、これを締めていくんですね。なんかここを押されますと、はい、背中のここの肩甲骨のここを押されてる感じがします。ちょっとこう出る感じですか、ね、そう、出る感じです。綺麗ですよ、綺麗、上等です。すごく出る感じです。上手、上手。今これは先生に教えていただいたので。これは脇を締めるというのはどういう意味があるんですか。あの要するに、例えばつくときに、人間の体もう80キロぐらいですよ、はい、こういう人をつきますからね、はい、こっちが体、これが持たないんですよ。これ、あ、ここが持たない、はい、そうするとわーっと横に行ったらうーんって言うんだよ。あー、なるほど、もうこうなるってことですね。そうそうそう、こっちが持てない、だからこれだったらガッと、これで
なるほど、島根の方向に、こう、はい、あ、なるほど、飛び込んできて大きな飛び込んできて、あ、なるほど、なるほど、あ、なるほど、支えというか、なんか負けないっていうことですか、負けない、なるほど、これだったら、ガーって、あ、脇が空いてると負けちゃうと、脇が空いてるのは、ね、すぐここ、こう、おぉ、はい、こうじゃなくて、はい、こっちから、あ、実際はそういうやり方なんですね、五寸突きっていうんですかね、はい、五寸突き、五寸突き、大体5インチ、5インチ、あ、5インチ、じゃあ15センチぐらいですね、こんなもんですね、はい、こんなもんか、パンと一瞬くっついたらもう締めには跳ねない、そうですね、勝負を決まるまではくっついてるんですよ、はい、なんかもたもたしますから、投げるか何かね、はい、やってそれで終わるんですね、はい、喧嘩の時に、ま、はい、もう一回ということはないですね、審判、はい、今審判がいるからね、はい、あ、審判が起こすんですよ、たまたま、沖縄伝統空手というのはもうそういうあの、まあ、試合というかスポーツというか基本的にはないですね、ないですね、ただ各道場とか各流会派で、はい、あの独特な前のありますね、我々は我々のやり方があるんですよ、はい、蹴りもですね、はい、いいんですよ、はい、蹴るというのはものすごく倒せやすいんですよ、はい、あ、そうです、一本押してるから、はい、片足になるから、はい、取りやすいね、こうですね、こう、これやばいっす、これはね、これはやばい、これおられる、これはやばい。